願いしますね。毎日頑張っていきましょう。はい、カタです。ピーさんです。ピーチです。お願いします。ちょっと見て、もう切れそうなんだけどね。まあ僕ら3人のやっぱ日頃からの悩みがあると思いまして。お、はい、そんな怒んないじゃん。怒ってるとこ見たことない。そうっすよ。だから、うん、全員そんな怒んないっすよ。普通なんじゃない。大人だからね。でもうちにさ、うん、怒ってる人いるじゃん。17。今日の動画を見たいのは、うん、なんかクラスで、うん、キレたらヤバいやつ。全員その可能性ある。で、だから文化祭とかの、うん、終わった後みんなふざけてたら、うん、もうやめてよそのイベント全部が台無しになるパターンのやつ。多分俺らって、うん、例えば何かあったとしても、うん、ねえとか言って、うん、もうちょっとふざけてんじゃん。もうそれ自体ももうそうだね、そうだねってなった時に今回使いたいのがここに置いてアンガーマネジメントゲームっていうゲームがありまして、うん、それは今日はやらないんですけど怒りの温度っていうカードがあるわけですよ、うん、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10があるわけ。これをここに置いてシャッフルして引きましょう、うん、で引いた数字の切れ方を上でしに行く。ちょっと一回切れる練習してみる。ちょっと今じゃあガチで一回やってみたいと思います。はい、Pさんから。しすげえな。じゃあちょっと用意スタート。もうさ2人だけでさ独占しないで俺も面白い。うるせえよ。大声出しすぎだって。は大声出しすぎだって。痛いな、やめろよ。暴力はダメだよ。大丈夫ねえ。暴力ダメだって。うるさい。暴力はダメじゃない。うるさいな。お前ふざけんなよ。なんだよ、やめろよ。お前らなんだよ。俺とキイチでいくわ。二人の方が強いです。さすがにちゃんとやります。はい、お願いします。あー、いやいやいや、はい、キイチ8ね。はい、ね、はいはいはい、6。キイチよりちょっと切る。そうです。はいはいはい、じゃあ行きましょう。これ陰ながら応援はするから。あ、いいね、機嫌悪いね。あ、いいよ、開け方、開け方いいよ、開け方いいよ。あー、何してんの。見てんじゃねえよ。見てんじゃねえよ。じゃあ見ないよ。なんなんだよ。なんで、なんなんだよ、ケツかいいな。何よ。あー、きつい。あ、だな。なんでお前ケツかいいんだよ。知らねえよ、もう。そんな気使いんだよ。おめえなんかさ、ちょっと言葉やめて。痛いよ。何なんだよ、もう今日。何の動画、ほんとにこいつやばくない。お前やばい。マジで何の動画。大丈夫です。大丈夫な気がしないんだけど。大丈夫だよ。なんで気使いんだよ。波状してたもん。じゃあ、Pさんから行きます。嫌ですもんね、いつも。行きます。あー、キイチ7ね。さっきより1。1。いやー、ちょうどいいね。ちょうどいいね。いや、最強の布陣が揃った感じはある。ある意味ね。いや、もうこの動画おふざけ動画だなって思われたくはないから、ラスト、行っていきたいと思います。しゃっ。いやー、ケツかいいとか言うのじゃねえ。なんでケツかいんだよ。知らねえよ。大体全部トミーだよ。待って、それやめて。そのなんか笑っちゃうから。そのなんでケツかいんだよ。知らねえよ。俺ちょっとハマっちゃってるから。なんだよ。引っかかるよ。はぁ、おかしい。何してんの。もう何してんの。なんで毎回ドッキリ引っかかんねんだよ。おかしいだろ、毎回よ。ドッキリじゃない、日頃のドッキリを俺らがいつも一生懸命やってるのに。
全然引っかかんないから怒ってんだよ。おかしいだろ、おかしいだろ、なんでだよ、なんでだよ、毎回よ、なんでだよ、あー痛いよ、ケツかゆいんだったらいいだろ、ケツかゆいんだからいいでしょ、痛くないよ、知らねえよって何よ、笑ってんじゃねえよ、おい、なんだよ、おい、おい、なんでだよ、下の階に響くだろ、下の階もうちだろ、じゃあいいよ、どうすんだよ、知らねえよ、お前は知っとけよ。俺だって泣くな、何お前泣くな、泣いてんじゃねえよ、泣くお前いつも頑張ってくれ、泣くなって、何頑張ってお前いつもいつもやる、いや弁当何してる、俺だって切れ泣きすんの、頑張りたいんだよ、あいるわそういうやつクラス全員、はいはい、はい、ということでじゃあ何切れてみた、切れてみました、はいはい、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、また明日、ありがとうございました。